初め秋応援してます。体験どうですか？こういう体験なんかね、今のところ楽しい。おやった結構興味持って話しかけてきてくれる人がすごい多くて、いろいろ話が聞けて勉強になってます。いくらちゃんも将来は、いや私はあきちゃん応援する側で向いてないんで、ちょっとあきちゃんみたいに上手にも喋れないし、今だって一回通りすがったのにやっぱ興味持って来てくれる、わざわざこう戻ってきてくれたりね、本当に感謝されますよね、うん、そうだねそれが本当にいいな。普段のアイドルのビラとかで、ね、こうやってやらないと絶対撮ってくれないものが勝手に来てくれるっていうね。確かにアイドル時代の方が過酷だった。そうですよ、むしろ今の全然無視されまくってたから。でも別になんか NHKね、ちょっとうーんって思ってる人だってもちろんいるから立ち上がってるとなわけで、それで支持すごい始めてね、支持がある限りはこれは全然いいと思います。 NHK 新人が来なくなる NHK 撃退シールを無料でお配りのジャンパーが作り、お気軽にワンマンライブ来てくれたパールくん、彼を見た、彼を見た、30分くらいかけてベンチャリで、ベンチャリで、わかんない、あ、わかります。 BS を契約してると、それ契約してることになるので、こんにちは、どうもお配りしておりますので、黄色のシャンパーを見た、これ何っすよ、ただいま、NHK じゃなくて、来て来て、あー、賃料払ってますけど、はい、NHK 撃退シールを無料でお配りしておりますので、黄色のシャンパーを見たら、まあ、契約しちゃってる場合、銀行振り返りして、もう払わなければなる、そう、NHK 撃退、こちらはない方法を記載したチラシと NHK 集会ください。3月末だね。こちらは NHK から国民を守る通りでございます。ただいま、こちらは NHK から国民を守る通りでございます。ただいま、こちらは NHK から NHK 集金人が来なくなる NHK 撃退シールを無料でお気軽にお受け取りください。こちらは NHK 集金人で黄色のジャンパーを着た NHK 撃退シールを無料でお配りしておりますので、なかなかそこまで言える人っていないので、お気軽にお受け取りください。当のものが立ち上げた解約でも全然大丈夫です。NHK 撃退目的ですか？ NHK を見てないのに、そんな料金を徴収されてる人から守る、お受け取りください。素晴らしいです、ありがとうございます。全然知らない、全然知らないふりして、テレビやったら契約書できないんですかとか言って動画撮りたいと思います。国民を守る、すぐ紫になるから、こちらは NHK から国民を守る党でございます。ただいま、どうですか、皆さんの反応は結構もらってくれますか、このエリア、寒いですね。まあ、自分的にはこの気温がいいですけど、気温いいから、そっか、伊藤ちゃんは夏がきついよね、むしろ、はいはい、引き続きみんな頑張りましょう、はい、頑張りましょう。NHK 出勤人が来なくなる、寒さ大丈夫？寒さ大丈夫？寒さ大丈夫？また来れる時ある？どこかで。うん、暇あればね。うん、暇あれば来る？うん、やった。明日もね、椿さん来るって、もう一回。そう。椿さんがね、頑張ってるから、うん、それ見たら初日から頑張ってたからね。うん、それ見たらね、うん、ちょっとこれも行かなきゃって。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。撮影します？あ、いいです。撮影。あ、いいです。いいです。撮影お願い。全然映してない。こちらは大丈夫。絶対見させて。本当ですか？ありがとうございます。頑張ってください。そうです。町屋です。はい。リクくれた方が JA の方、そうそうそう、嬉しい、はい、お町屋の方が応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。どうも、かわいいですね、このカラフル3色のね、仕事で使うのに、干すために使って頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。
なく慣れてきました。いろいろ答えなんか聞かれることも多いんですけど、あきちゃんすごい受け答えがしっかりしてて、私一緒に勉強してました。聞きながらなるほどそういうことかそういうことかってすごい勉強になりました。今日ゆっくろちゃんはるばるね遠くから、はい、ちょっと遠かったですけど、ちょっと頑張ってトーストとかめっちゃ出てます。そうです、これでいいんですね。エリも出た、ね、すごい詳しい。いろいろピアドルとしてね今頑張ってらっしゃるんですけど、はい、そんななんか勇気を出してねお友達のはい、あきちゃん応援しにもちろん駆けつけました、ね、いろんな意見があると思うんですけれども、そんな中でもねもう名前も顔も出していいよって言って、ね、一緒にやってくれるゆくろちゃんの勇気に私はすごい感動しております。ありがとうございます。ありがとうございます。荒川区より NHK をぶっ壊す。ちょっと慣れてなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。はい、応援しますって言って、はい、私も頑張ります。わかりました。3、2、1。頑張ります。応援してます。私も頑張ります。はい。選手がください。ありがとうございます。うちと、はい、あと、おじいちゃん。いっぱい持ってください。いっぱい。いっぱい持ってください。友達に配って。あ、はい、ありがとうございます。あと息子さんが NHK に勤めてたけれども、退職を機に支払うのをやめたっていう方も。なかなか党の方を理解してくれる方が、まあ、そうですよね。ちょっとね、インパクトないな。でも全然ありがたいです。いやいや。山ちゃん、今日はどこから来られたんですか？自分、千葉の船橋から京成で、東西線のメトロ使って来ました。来てくださって、ありがとうございます。もしかしたら展示のところだからこの辺で書きましょうか。こちらは NHK から私のことは知ってました。ま、マイサインもらえる。全然大丈夫です。3月298か今日 NHK に28です。28だ。サインできました。 NHK 新規がつまくなる NHK 月間新規を無料で、あ、写真もない大丈夫ですよ。こちらは NHK から国民を守る党でございます。ただいま NHK に受信料を支払わない方法を検索すると、一緒に出ます。あ、一緒に出ます。バスより、また受信料を支払わない方法。嘘、嬉しい。めちゃくちゃありがとう。NHK にありますので、黄色のジャンパーを着たバスより、お気軽にお受け取りください。まだちょっと遅かったね。そう、ちょっと終わったぐらいに到着して、でまたこれからね、やりますので、また応援に来てください。ありがとうございます。お疲れ様です。どうですか、ラカークの反応は。いや、反応めちゃめちゃいいです。いいですか。めちゃめちゃいい。やっぱり撃退シール欲しいっていうのが本当に多くて、自分からね取りに来てくださる方がすごい多いですよね。めっちゃ多いです。でも本当夏目さんもアイドルじゃなくてやっぱりもう顔が政治家の顔になってますか。なってますか。いや、なってます、なってます。受け答え素晴らしいですよ。嬉しい。近くで見てたけど褒められた。2日目です。いや、素晴らしいです。2日目とは思えない。やっぱりね、はい、立候補してくださるっていうのは本当に勇気になるし、やっぱり病気を抱えながら、しかもこの NHK から国民を守る党っていう、やっぱりちょっと敵が多いし批判されることが多いと思うんですけど、本当によく飛び込んでくれたなって思います。ありがとうございます。まあね、いろんな、まあそうですね、敵が多いのも覚悟の上というか、でも今 NHK に私出てるわけでもないし、で今ないものよりも今応援してくださってる、まあ、立花代表の気持ちに応えたいと思って、今あるものを選んで今覚悟を決めてやってるので、皆さんも応援していただけたらなと思います。いや、本当に多分女性で嫌がらせとかね、そういうのに負けないでやっぱり活動を続けてもらいたいし、ね、台東区の隣の荒川区なんで、もう本当に協力できることは強い味方がやって活動していきたいなと思ってます。はい、これからもよろしくお願いします。最後に、はい、やります。荒川区よりでいきますか。はい、荒川区より NHK をぶっ壊す。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。